火口が市内にあり、国宝が2つもある登多山鶴林寺で座禅会が執り行われました。今日は3日目の最終回です。早朝6時から約1時間強行われます。例年の朝粥はコロナの関係で執り行われませんでした。今年も定員20名がすぐ満杯になったそうです。3年ぶりの開催です。懺悔も行います。期待をお取りください。和尚所蔵諸悪号、和尚所蔵諸悪号、俳優無視頓人知、俳優無視頓人知、重心を一生生、一切が本懐懺悔、一切が本懐懺悔。それでは入場いただきます。座具を取って、いつもの場所へどうぞご移動ください。お入りください。座禅の様子はその1、その2、その3でしっかりお届けしましたので、説教からの後をお届けします。あまり立ちませんでしたので、東側の扉も開けて少し風の流れを感じながら座禅の方を行っていただけたのでは大変でした。3日目になりまして今日が最終日ということでありますけれども、お話をさせてあげてきた法華経におきましてお釈迦様が我々に示された3つの道というものですね。その最終日、1日目は如来の部屋に入るということですね。3日目は如来の衣を着るということ。3日目にお話しさせてあげますのは如来の座に座るということです。この御本尊さんですね、ここの本堂の御本尊さんというのも、お仏の中にいらっしゃいましたら、仏の部屋にいらっしゃるわけですね。そして、仏の衣を身にまとって、そして仏の上で座るべき場所に座っている。ほんまにこの通り、それを真似したらですね、皆さん御本尊からなったということだと思うんですけども、ここでいう、仏の座に座るというのは、どのように言われたかというと、セバ様はそれは、諸法回数これなりです。つまりは全てのですね、ものというものが、般若心経に言われるような空です、ね、の、ものであると、そういうふうに物事を見て考えなさいということを言われる。この考えに座するですね、座るということ、元々立脚するということを、言われているわけであります。これは非常に難しいようと思いますね。部屋に入って、まあ、衣を着るだけやったら大体、まあ、真似はできると思うんですけども、空のお付き合いですけども、自分の心をですけど定めておれというのは、これはなかなか簡単にできることではないようにしてるんですね、はい。その空というものを捉えるためにいろんな我々の先人の方々が、自分の考え方というのを、空というものはこういうものであるという示してぶつけてきたわけですけれども、それを捉えようと思ったら自分自身のですけれども、それを捉えようとする姿勢ですね、動き、起業というものがないといけないということ、もうすでにお亡くなりになっていらっしゃることですけれども、奈良の薬師寺というお寺ですね、で、瞑想と歌われた高田光雲先生なんていうのは、空というものをこういうふうに表現しました。空というのは偏らないこと、
そして、こだわれない心、そしてこだわらない心、何かの考え方に偏るのではなくて、そして、間違った見方にとらわれるのではなくて、自分自身の成功体験とか昔のやり方みたいなのにこだわるわけでもなくて、そういう広い広い自由な心というものが、空の心だというふうに、説かれたわけです。我々ですけれども、ずっと存在をし続けておりますから、自分自身もその空であるわけなんですけれども、このようには思えない。自分自身というものは物心ついた時からずっとですね、存在し続けているように思うわけですけれども、空というのは単純にないとかいうことでもなくて、もう少し分かりやすい言い方で言ったら、とどまらない。自分自身というものは変化して移り変わっていくものであって、それを一時的に自分自身というふうに捉えてはおりますけれども、例えばこの、座禅の会にもお若い方と、それから私のような中年の方とですね、それからもっと年を召された高齢の方がいらっしゃいますけれども、それぞれの方が自分自身の子供の時とですね、そして中年の青年の時と中年の時と、それから今の自分とというので、物事の考え方や捉え方というのがどんどん変わってきているというふうに、思わない。自分自身も少しずつ変化をしながらですけれども、とどまらずずっと流れて、生を積み重ねていくわけです。自分自身であってもそのようになっていく。どん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 と変化してですね、それをとどまるということが、ないわけなんです。それをですね、無意に押しとどめてですが、自分自身ですね、自我というものを繰り重ねて、さらにいろんなものと衝突して、世の中というのが作り上げられる。その中で自分自身の側ですね、というものを、少しでも、それは本当は、とどまらない、流れていくものだというふうに捉えるんですけれども、やっていく。それが、空の教えというのを実践していくという、如来の教えですね、座というのに、座るということだと思うんですけれども、なかなか難しいことであります。そこで座っていらっしゃる方が、多分ですけれども、この間失礼な話なんですけど、仏の悟りを求めて来られている方というのは、おそらく、ほとんどいらっしゃらないではないかと。だから、気分転換にですね、こう、いい環境に身を置いてですけれども、やってきて、少しでも心が晴れたらいいなというふうに思われて来られた方が多いんではないかなと。それでも、私、構わない。この加藤川出身のですけども、曹操宗、左宗ですけども、曹操宗といわれる宗派の官庁をですね、昔務められた、107歳でお亡くなりだったと思うんですけども、であります、稲屋というね、村にあります、筑蓮寺というお寺から出身になられた、宮崎恵比保というですね、禅師がいらっしゃったんですけども、この方がこういう言葉を残されています。1日だけやったら1日の満足、3日真似したらそれは3日だけの満足けれども、真似が一生続いたらそれはほんまもんやと言っている。仏さんの外でも真似をしながらですね、1日だけでもさせてもらう、3日だけでもさせてもらうと、そういうふうに少しずつ少しずつ真似をしていってですけれども、それがどんどんと積み重ねていったらですね、いつかほんまもんにそれがなるんや。気分転換にと思って座禅をされている方がね、多いんじゃないかというようなことも、申し上げましたけども、それがもしかしたら悟りの入り口であって、もしかしたら悟りの本質かもしれない。座禅をしているときにこう心地よく感じる自分自身のいろんなですね、ものから解き放たれて、自分自身の側がなくなってですけども、全てのものが爽やかに感じられるような瞬間というのは、それは悟りそのものかもしれません。その心をですね、持ってきて、その心をですね、ここに留めて、そこに座って、重したままですけれども、立ち上がってですけれども、これからの、一日というのを始め、その一日一日が多く積み重ねていくようにですね、努力をしていくということが、大事なんですよ。そしてその心を少しでも、また他の方にですけれども、分け与えることができますように、それを検出、ながら、皆様にはお願いを差し上げておきたいなという。
如来の仏様を示す3つの道ですね。如来の部屋に入る、大きな優しさの心を持つという、そして如来の衣を着る、その優しさの心を持って物事の世の中の理不尽を耐え忍ぶという、そして、如来の座に座る、すべてのものが空の教えであるというですね。それの教えに基づいてですね、広い自由な心を持つというですね。この三つの実践というものを少しずつ少しずつ積み重ねて、また仏の境地にたどり着くことができましたと思いますので、はい。そしてまた迷うときにはですね、もうすでに皆さん、お堂の外側にですけども、時々ちょっと髪を長くしたですね、方が自分の座禅のズボン、座布団を持ってですね、ずっと話を聞いてらっしゃるのを、ね、気づいた方いますでしょうかね。あの方は座禅のやり方というのをちょっと自分で覚えて、多分、どっか空いてるお堂でですけども、毎日朝座禅を気にしてる方です。ご自身の家でも、3畳のスペースがあれば、座布団を、ね、1枚折りたたんで、それを、この座禅の座布団の代わりにしてですね、座禅をすることができるようになります。そういう少しずつの、努力、精進というものが積み重なっていきますようにということを最後にお願いをしまして、私の話を振り返っていただきたいと思います。三日間の、お勤め、皆さんどうもご苦労様でございました。ありがとうございました。それでは今ちょっと、料理をしていただいてますけれども、その昨日言いました簡単なアンケートの用紙、はい、お疲れ様でした。こちらへ。確認時ちょっとお聞きしたいんですけど、重戸俊慶さんに直撃インタビューさせていただきました。毎年この時期ですか。この季節に、だいたい最終日が日曜なりお休みの日になるように設定してました。数年前までは5日間やったんですけど、で終わった後朝がゆを食べていただいて、最後にもう30分かかってましたかね。7時半ぐらいに解散してたと思います。コロナ言い出してからまずお粥をやめて、期間も3日間にしてやろうとしとったんですけども、やっぱりコロナで危ないと、それで2年休みましたかね。はい、はい、で今年まあ恐る恐る再開したということです。秋にもあるんです。秋はね、10月に土曜日に3回やってたと思います。これもここ2年間できてないんですけど、今年はまあ多分やることになると思います。これはもう朝は朝ですけど、もうちょっと時間遅くて、土曜日なんで朝8時からしとったから、8時から9時まで。でも勝手に申し込みも予約も何もいりませんので、勝手に来て勝手に座って帰ってもらうと。まあもちろん我々出ますけれどもね。昨日向いた人がブラッと来て、参加費500円にしとったと思いますが、一回来て500円置いて帰ってもらうと。それは秋。秋ですね。そういうスタイルで。昔夕方にやってた時期もあったですけども。はい、要するに食事の出ない形で、フリー参観みたいな形でやってましたね、それは。それも今年から再開した、まあ、おそらく、はい。これ以上感染がひどくならなければ、今、ちょっと伸びてきてますから、感染者数がね。20名がやっぱり限度ですか、うん、それとお分かりになったと思いますけど、まあ、ほぼ満堂になるので、座禅の感覚取っていけばですね、はいはい、もっと詰め詰めにいけば50人ぐらいいけるんですけど、秋の場合はだいたい平均5人までぐらいですわ。あまり宣伝もしませんので、夏はやっぱり DM 送ったりするんで、割とすぐいっぱいになるんですけど、
秋葉原、ほな勝手に来て勝手に帰ってもらおう。そうです。またホームページがなんかになってますから。はい。年齢層は本当バラバラ、ね、バラバラですね、うん。今回女の人少なかったですね。ね、お一人だけやったね。そうですね、うん。女性も結構来られます。あ、そうですか。はい。ご、うん、夫婦連れで来られたり、うん、女同士のお友達同士で来られたりね。うんなんとか3日間続けられました。ご苦労様です。きっと1日でやめてやろう思ってました。ひどいな。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。なんで1日でやめるの。すみません、ほな失礼します。はい、お疲れ様です。どうも。何か願い事をするんですか。もうあのご先祖供養とやっぱり、かっこいいつもりありませんけど世界平和やね。おお。世界平和。天台宗は世界平和が基本ですから。あ、そうですか。ねえ、ほんまに穏やかになってほしい。今ほんなねえウクライナで。心痛めとってやね、今、皆さん。ほんまにな、うん、今年はね、あの、和前戻ってよかった。あ、ね、本当やね、2年ぶり。本当に。3年ぶりか。早朝6時からの覚輪寺座禅会、心を洗われました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。